こんにちは、しばとです。今日はですね、弾いてみたのレビューなんですけれども、まあ何ぞやって言いますと、77式チャンネルで今4曲弾いてみた動画上げさせていただいているんですが、まあその楽曲についての、まあ、自分の個人的な思い入れや何やりをお話できたらなと思っております。今ですね、上げてるのがルナシーのストーム、セックスピストルズのアナーキー・イン・ザ・UK で、ザ・ハイローズの青春で、ニルバーナのスメルス・ライク・ティーン・スピリットですね。この4つを上げさせていただいております。特に共通点はないですね、この4曲に関してないんですけれども、まあ、時系列でいくとアナーキー・イン・ザ・UK が一番古いですね。これはもう70年代の後半に出ておりますので、で、その次がニルバーナですね。で、その後、ルナシーのストームと青春というふうな感じで続きますね。もともとアナーキー・イン・ザ・ UK っていうのはですね、無敵バンドでヒデさんが歌ってるのを見て知った楽曲です。今みたいにですね、YouTube 動画がなかったので、情報がですね、なかなか得られなかったんです。まあ今みたいにですね、YouTube とか Wikipedia みたいなのはなかったんで、情報を得るのが非常に当時難しかったですね。僕は高校生の時、93年とか4年とかの時ですけれども、なので、アナーキー・イン・ザ・ UK も元は誰の曲かも中学校の時は知らなかったぐらいですよ。で、インタビューとかを読んでて、あ、ピストルズの曲なんだなっていうのをして、セックスピストルズを知ったり、ヒデさんがツアーで歌っていたニューローズとかでアダムドを知り、みたいな感じで、基本的には好きなアーティストの発言から昔のアーティストのことを知るみたいな感じでしたね、当時。で、ピストルズを聴き始めてから、まあその後ランシュドだったりとかグランジュを聴き始めた感じではあったんですけれども、高1の時ですかね、ニルバーナ聴いてる友達がいて、でそっから聴くようになったんですけれども、まあその時はですね、早い楽曲がすごく好きだったので、あんまりドハマりする感じではなかったですね。93年当時ヘビロテで聴くってほどでもなかったですもんね。まあでも雰囲気がすごく好きだったので聴いたりしてましたね、ニルバーナは。僕が高校2年生になったばかりの4月ですね、94年の4月にカート・コバーンが自殺するんですね。で、銃でバーンみたいな感じで自殺したっていうお話だったんですけれども、まあ、いろんな噂があって、こう口にバーンやったとか、まあ、ここ貫いたとかっていういろいろ諸説あったんですが、まあ、結構衝撃的な死だったんですね、それが。で、まあ、当時の英語の先生が結構粋な人だったんで、そのカート・コバーンが自殺した英史の記事とかをですね、持ってきてくれて授業に取り入れてくれたりとかっていうね、ちょっと粋な計らいをしてくれたりもしてくれてて、まあカート・コバーンの詩のことをそのタイムリーに深追いすることができたりもしましたね。で、その94年の4月ってちょうどヒデさんはですね、ツアーを回ってる最中だったんですね。サイコミュニティのツアーを回っている最中で、で、横割りの数日前にカート・コバーンが亡くなってるんですね。まあそういうこともあってか、サイコミュニティの Eyes Love You の時の演出でやってますよね。バーン。バーンみたいな感じで。それを見た時に、カート・コバーンをモチーフにしてるんだなみたいな感じで、尊敬の意を込めたパフォーマンスだなっていうのをすごく感じましたね。で、ルナシーのストームなんですけれども、これは98年にリリースされていて、その前にですね、活動休止の充電期間があったんですね、ルナシーは。まあその間に個々にですね、ソロ活動をされておりまして、で、まあジャンルは様々でしたよね。まあ J さんは本当に今みたいな感じでの、まあパンキッシュなロックやってたんですけれども、深夜さんはめちゃめちゃ歌ってましたもんね。
で川村さんはバラード方向に行きみたいな。でまあイノランさんと杉戸さんはこう自分の音楽を追求していくみたいな感じの方向に進まれて、それで復活するっていう時の一発目だったので期待値がすごく高かったですね。当時僕はですね、音楽活動をしておりまして、で、まあ、レコーディングも近いっていうことがあったりとかで、すごくどんな曲が来るんだろうっていう、どんな音を使うんだろうみたいなことをですね、もう待ち望んでましたね。もうとにかく参考にしたいみたいな。でもうド頭のイントロからですね、グランジ感全開のあの音、イノランさんの音、もうあれが衝撃で、もうすぐ真似しましたよ。すぐパクらせていただきましたよ。もう本当にありがとうございましたっていうぐらい衝撃で、まあ、活動休止前よりもさらにかっこよくなって戻ってきたなっていう、なんか気合の一枚、気合の一曲みたいな感じですよね。まあ、今それ聞いてもライブ映像を見ててもやっぱり気合感がすごいですよね、あの楽曲に関しては。で一番新しいのは2002年にリリースされたザ・ハイローズの青春なんですけれども、まあ、この頃はですね、まあ、バンド活動も、まあ、まあまあ順調にいってて、まあ、楽しくライブ活動をさせていただいていた時期ではあるんですけれども、まあ、ちょうどカフェラサイエンスとかでライブやらせていただいていたような時期ですね、2002年頃。まあ、でもですね、こう活動をバンドってこう続けていくと、いろいろな疑問、自問自答をですね、自分に投げかけていくことがたくさん出てくるんですよね。で、ヒデさんも亡くなっていましたし、まあ、若干目標みたいなところを失った時でもあったのかな。まあ、時期的にはですね、結構ソフトビジュアルとゴスロリ系のバンドがこうバンってこう分かれるような時期ではあったんですね。まあグレイやラルクさんみたいな感じでソフビの方に行くのと、ソフトビジュアルですねの方に行くのと、まあリス・ミゼルだったりサイコルシェームとかがちょうど出始めだったので、まあバリバリのお化粧にしていく感じのところはすごく分かれてる時期ではありましたね。まあ、そこで、まあ、僕らはソフトビジュアル系の方に行ってはいるんですけれども、まあ、それでも歌はですね、やっぱりビジュアル系っぽい歌を歌わなければいけないみたいな、なんかカテゴリーの中にはめられていたような感じで、というか、まあ、勝手に自分らが思っていたのかな。まあ、それでもそこをね、抜け出したかったんですよね。なんかもう化粧もしたくねえなとか、周りと同じようなビジュアル系っぽい歌を歌うのもやだなっていう時にめちゃめちゃ聴いてたのがハイローズだったんですよね。もともとブルーハーツは大好きだったんで、まあその流れでハイローズ聴いてたんですけれども、なんか飾り系のないかっこよさっていうのに憧れていた時期ではありましたね。まあバンドマンだったら一度は通る道なんじゃないかなと思います。そういう今やってるジャンルのままでいいのかとか、本当はこういうことがしたかったなとかありますよね。そんなのみんな、まあメジャーのバンドの皆さんもそういうのがありつつ、ソロ活動をやってまた集まってバンドでやって長く続けられているその爆竹さんとかですね、まあ、僕ら世代のバンドでいうとメリーだったりムックだったりとか、メンバー変わらず十何年も二十何年もやられてるっていうのは本当に素晴らしいなと思います。といった感じのレビューです。いかがでしたでしょうか。まあ、今後もですね、なんとなく思い入れがあるような楽曲を弾いていきたいなと思っております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。